ぱり誰もいないみたいね。どういうことでしょう。バルトロ、貴様何を企んでいる。なーに、お主たちをもてなすために下ごしらえをしていたところよ。町の者たちが不死の舞台となり、これからたっぷりと相手するでな。なんてむごいことを。お姉様、気をつけてください。ほほう、術が解けたのは本当であったか、エルトリンデよ。冷めたことを後悔するのじゃな。血酒と死肉の共演、存分に堪能せ。ジェラール陛下。陛下、王様がお城を開けて旅なんかしていていいのかしら。宰相がいるから大丈夫だろう。まあ、宰相が有能なのはいいことね。俺が書いた書類全部あいつが書き直すんだぞ。俺がやる意味あるか。はあ、陳情も全て片付けてるみたいだし、もうあいつが王でいいんじゃないか。親父も身を退いたとはいえ今も健在だ。俺なんか即位したといってもまだまだお飾り、城にいたって怒られてばっかりだ。俺はこっちの方が得意だしな。見ておきたいんだ、今のうちに城の窓からじゃ見えない本当のコルニアの姿を。王として俺が何をなすべきなのかを。それで何も言わずに旅に出たの？最初絶対に激怒しているわ。戻ったら説教されても仕方ないかもね。そこでお前だ。お前のいたずらで世界の反対側にでも飛ばされたことにしよう。何それ、ひどいんじゃない？遅かったわね。どうするつもり？あの指輪のせいで術が解けているじゃない。聖書の破壊はすでに終わったのだ。さまつなことよ。あなたたちのエルヘイム信仰に私が協力した理由、よもや忘れていないでしょうね。なんじゃ、取引の条件である術はお主に授けたであろう。その術に価値がなくなったと言っているのよ。案ずるでない。反乱軍はここで始末してくれよ。巫女を殺してはダメよ。あれは私の器だから。注文が多くて難儀よの。あのエルフの死体どもがそう器用にことを運べるかの。
俺も混ぜな。おお、ひどいものじゃ。こんな老いぼれによってたかって。じゃが、お主らの相手はわしではなく、この亡者たちになるがの。民たちの命をもてあそんだ罪、その身で償っていただきます。死してなお移しおにとどまれるのじゃ。願ってもないことじゃろう。お主も次は高齢ではなく、わしの手駒として刺激してくれよ。こしかくな。ほれ。この指で。止める。お守りします。こうや。こいつも取っとけ。無念。大地の力を。返しじゃ。これは。まだ戦えます。起きろ死者どもよ。回復します。我が誇りにかけて、この力。この力、ロザリンデ様のために。俺が相手だ。おごらず研鑽に努めるとしよう。覚悟しなさい。命が惜しくないようだな。倒す。さあ来い。勝利を積み重ねよう。私の魔術が。手を貸すぜ。助け立ちする。もう我慢ならないわ。人の命を何だと。これじゃよ。おまじないだよ。しまった。私が。かかれ。元気を出さないと。行っておいで。いてつきなさい。任せよ。返しじゃ。戻してやるよ。痛かったわね、クライナー。くれるかい。ええ、考えるんだ。よし、作戦時間が半分を切った。引き締めていこう。バルトロ、これ以上死者を冒涜するのは許さないぞ。ほう、お主自体が亡国コルニアの生ける屍のごときじゃろうて。安心せい。すぐにでも我が手勢に加えてくれようぞ。引き込んでとなれ。こうじゃの。切り札。無駄だ。無念。だこは俺が。かかれ。まずい。
私が。お返しを。寝るにはまだ早い。ささやけ、続くぞ。自ら同胞の屍を切り捨ててくるとはな。許せない。あなたには心がないのですか。観念しろ、バルトロ。何？滑稽な姿よの。だが戯れもここでしまいじゃ。その邪魔な指輪も巫女もまとめて始末してくれよ。それは困るわ、バルトロ。その二人はあなたには邪魔でも私にとっては大事な存在なの。逃げられたか。なぜ助けた。そのエルフの巫女は私の大事な器。壊されては困るわ。器だと。あなたたちが支配の術と呼んでいるものは降霊術。肉体という器に魂を入れる術よ。降霊術だと。では亡者に体を乗っ取らせていたとでも言うのか。あなたもその亡者の一人ということね。私は死んでいないわ。生き霊でも移せる。そういえばわかるかしら。おぞましい。あなたたちの目的が茨の塔にある古文書だというのは知っているわ。そこで決着をつけましょう。ロザリンデ様、地下都市にいた者は皆無事です。この入り組んだ地下の攻略にはゼノイラ軍も手を焼いたようですね。二人ともありがとう。この場所が守られてよかったわ。あなたたちが私のこの絵になったあの時のことを思い出していたの。イシリオンはララノアが見出したんだっけ。イシリオンには同世代の中でもひときわ光るものがありました。鍛え上げればいずれロザリンデ様の片腕になると。
初めて会った時、イシリオンは緊張で喋ってくれなかったのよね。昔の話です。それが今ではタイを率いる立派な戦士、ララノアの啓願のおかげね。さあ、昔話はおしまい。次はイバラの塔の攻略よ。相手は魔女アルチーナ。森の結界を突破するほどの魔術師。気を引き締めていきましょう。では我々は先行し準備を整えます。イシリオン、行くぞ。すごいな、ここがダークエルフの地下都市か。この地下都市はお姉様の城なんですよ。ここは自由に使って。感謝する。ただ他国の、それも人間が出入りすることになるのはいいのか。もちろんよ。解放軍にはまだ力を借りたいしね。共にアルチーナを倒し、イバラの塔を取り返しましょう。迫っております。慌てるな、奴らが来るのは分かっていたこと。そのためにここで待ち構えているのよ。反乱軍はここで片付ける。お前たちは指示通り配置につけ。承知しました。忌まわしい指輪ともどもここで沈めてあげるわ。あなたの魔術も大したものだけど、私には通用するのかしら。軽口を。その余裕がいつまで続くか見ものね。師弟対決というのも一興ね、ヤーナ。どれほど成長したのか見せてちょうだい。師匠、勝ったら聞かせてもらいますよ、本当の目的を。イレニア様が倒れたあの日、共に戦ってくれたのはなぜだ。ジェラール陛下の娘をいつも気にかけてきたからよ。でもあなたのことはどうでもいいわ。よく知らないもの。ようこそ。集中するんだ。ひざまずきな。かかったね。おまじないだよ。邪魔をしな。超小材な。私がやってくれたね。反撃よ。回復するわ。やっ、まぬけね。もっと平気だぜ。反撃だぜ。封じる。痛かったわね。焼き尽くせ。燃えろ。この程度。鈍らせる。
よく似ているわ、アレイン王子。あの人にどこまでも、どこまでも、そうはいかない。マルチ王子、邪悪性させるか。お返しだ。安心しろ、現実に行くわ。逃しましたください。まぬけね。かかったな。守ってみせる。反撃だ。邪魔をしない。これぐらい傷つけさせないわ。反撃だぜ。反撃だ。支援しよう。光よ。遅い。追撃するよ。外れだ。雷よ。剣技で殲滅する。あなたを打ち倒し、エルヘイムの平和を取り戻してみせます。勝てると思うの？そうはいかない。動かないで。あんなもの？もう。いざまずきなさい。諦めるな。傷を癒します。行くぜ。見た、この剣技気分がいいな。喜ばしい成果です。目標を撃破した。覚悟しろ。さすがにやるわね。さて、どこまでついてこられるかしら。楽しませてくれよ。ようこそ。邪魔をしな。闇でさ、まだ終われない。ふん。いざまずきなさい。こいつは痛いよ。当たる。無駄だ。これで大丈夫。焼き尽くせ。中から蝕め。寝てろ。ふざけんな。これが水魔法の力。割り込みます。チキショウ。相手にならんな。立ちはだかるなら
投げ払うまで。そうはいかない。現実に行くわ。あらあら、いざまずきな。これでどう？行きますよ。コルニア王家の血が騒ぐ。撃破しました。正直お前たちを甘く見ていたわ。私に二度も膝をつかせるなんて。でもあまり図に乗らないことね。ここでもうおしまいにしてくれる。邪魔をしない。突き上げる。勝てると思うの？見切れる。これぐらい。元通り。死ぬ。これぐらい。私の魔力を。毒はいかがか。すぐに回復するわ。点をお聞かせください。行動に移ります。圧倒してみせよう。先手必勝だ。ようこそ。そうはいかに。あらあら、いざまずきなさい。恨んでくれるな。アルチーナ、ここまでだ。師匠、なぜゼノイラ軍に力を貸したのです？信じられないでしょうけど、私も最初はコルニアのために戦ったわ。陛下の子イレニア女王のもとに駆けつけてね。
降霊術を目の当たりにして考えが変わったの。私が仕えたコルニアをジェラール陛下のためよ。追っ手は私に任せて、陛下は逃げて。バカなことを言うな。置いていけるわけがないだろう。ダルチーナ、陛下、このこれは毒か。幼いイレニア様を残し亡くなられるとは、なんということだ。剣聖と呼ばれた方が。禅王様も奥方様も激怒しておられる。あの魔女、陛下のお見かけであの地位にいたが、宮廷魔術師になりたがる者はいくらでもいる。もう居場所はあるまいな。降霊術でアレイン王子の体に陛下を呼び戻す。パレビア島に追っ手がつかないよう仕向けたのも全ては陛下のためよ。そんな形で呼び戻されて喜ぶわけないでしょう。お前の言う通り、バカな考えね。それでもたとえ陛下に罵られようとも、陛下ともう一度言葉を交わしたかった。師匠。アレイン様、エルフの民を代表して心から感謝申し上げます。あなたが現れなければゼノイラの支配が続いたことでしょう。ゼノイラとの戦いはコルニアだけの問題じゃない。苦しむ者が手を取り合わなければ彼らには勝てないだろう。そうでなくとも君たちを助けるのに理由は必要ない。アレイン。ああ、一角獣の指輪について書かれた古文書は見つかったのか？ええ、ただ私が説明するわ。見つかりはしたの。でも部屋が荒らされていて、見つけた古文書も焼かれていたわ。でも安心して、大事な部分は読めたの。一角獣の指輪は契約の儀式を行えば真の力を取り戻せるわ。どんな儀式なんだ？一角獣の指輪の持ち主が祭壇で乙女の指輪を渡すの。乙女の指輪って？エルヘイムの巫女に受け継がれる指輪のことです。それがこちら。どうぞお受け取りください。代々継承されてきた指輪を預かってもいいのか？もちろんです。ガレリウスを倒すために必要なんでしょ。じゃあ儀式のための道具はこれで揃ったわけか。あとはアレインが乙女の指輪を祭壇で渡す儀式をやればいいんだな。ただ古文書の損傷で祭壇の場所は分からなかったの。そうか。それじゃあどうしようもないな。見つけるのは骨が折れそうだけど仕方ねえ。次はその祭壇探しだな。行こうぜアレイン。待ってください。私たちも同行させていただけませんか？今回の一件であなた方には返しきれないご恩ができました。恩返しというわけではありませんが、皆さんのお力になりたいのです。ゼノイラが存在する限りエルヘイムも安泰とは言えないわ。そのことに見て見ぬふりをして私たちエルヘイムは平和を失った。これからは自らが戦って本当の平和を取り戻したいの。
君たちの決意は伝わった。一緒に戦おう。そうと決まれば。さあ、巫女様、行きましょう。どうしたんだ。あなたには期待しているわ。エルヘイムの要衝を奪還し、敵勢力の弱体化に成功しました。着実に前へと進んでおります。この調子で参りましょう。こちらが現在の勢力図です。次はどこへ向かおうか。フェブリス大陸北部のバストリアスはいかがでしょう。バストリアスは他の国と比べて情報がございません。故に敵勢力が拡大していれば、その影響も未知数といえます。バストリアスへ向かうのなら、城塞都市ユークイットを北へ向かいましょう。